わしが男塾塾長久保哲郎である。今回ですな、果たし状とも言えるような動画とメールをいただいた高級石焼き芋、高級石焼き芋さん、私もね何度か紹介していただきましたけども、このね高級やし口が回ってないけど、愚か者め、高級石焼き芋愚か者め、私の動画を見て、何何久保塾長に物申す、その1、これ続きがあるのか。物申すってね、もう弟子の分際で師匠に物申す、もうね図が高いと思って動画を見てみたら結構いい内容じゃない。ありがとうございます。ということでな、今回何点か質問をいただきました。物申す、うん、まずですな、私はですね小野里一さんという方と旧知の仲であります。で、もともとね小野里さんとはネオヒルズと言われてテレビでバン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 出ていた時の与沢翼さんと土屋博さん、こういう方が中心となったネオヒルズ、ネオヒルズと言われているネットビジネス業界のね、もう代表的な存在、もう今でもその影響力があると言われているこのお二人のね門下生なわけなんですよ。まあ特にあの土屋博さんの塾生なわけです。私もそうだし小野沢さんもそうです。ほぼ同時に入ってほぼ同じように活動してきました。そして中丸トレーダーもそうです。これはね本当そうなんですよ。ただね、質問にあったように、なんでね小野沢さんとの対談をどんどん積極的に出さないんだっていうこととか、なんでね土屋さんのところの塾生だってことを言わないんだ、他の人を紹介しないんだってことなんですけど、これはねひとえに私の謙遜でございますあのね、私もね、いや元土屋塾ネオヒルズのとか言ってもいいんだけど、まあ、土屋さんの意を借りてですねやってるような印象があってもいけないし、私がねキーキーペアペア言うことによって土屋さんとか土屋塾の塾生さんに迷惑かかっちゃいけないん で、あと私はもう独立して即可塾をやってるわけですよ。ですので他の意を借らずに自分の声と自分の動画だけで勝負していくのがフェアじゃないかなと思ってるのが一つ理由。もう一つはですね、自分よりも再生数が多い方とか自分よりもチャンネル登録者数が多い方の意を借らないようにしてるんですよ。そこに乗っかるのはちょっと今はねどうしようかなと思ってるんですよ、うん、たまに乗っかっちゃうんだけど、たまに乗っかっちゃうんですけども、基本的には自分よりもチャンネル登録者数が多い方にくっついて自分にアクセスを呼び込もうとか、再生数の多い人を狙ってそこと対談して自分のね、まあ、なんかファンを呼び込もうとかって思ってないんですよ。どちらかというと私はね、自分よりもチャンネル登録者数が少ない方とか再生数伸び悩んでる方のお手伝いができればいいなと思いながらこれをやってるんですよね。これこういうことを何度か言ってると思いますけども、あのぜひね私に乗っかって、欲しいなと思います。多くの方には、まだね YouTube 始めたばっかりの方とかで、今回高級石焼き芋さんは私のことを取り上げて動画をねシリーズで作ってくださいそうです。もうぜひね、こういうの乗っかる、乗っかって乗っかって、それで私は返信動画を作らないことはありません。特にこのタイトルとか動画の内容で名指しされていたら何でもお答えします。で、一番多いのがね、吉谷拓郎さんですよね。吉谷拓郎さんは土屋塾のそのスタッフでいらっしゃったんですよね。スタッフでいらっしゃったんだけど今独立してます。で、吉谷さんは私よりも再生数低いし、チャンネル登録者数がないんで、っていうところでもないんですけども、なんとなく気が合うんでね、続いてるんですよ。で、他、小野沢さんとの対談をしているところを私が、ね、積極的に出してないのはなぜかっていうと、あの小野沢さんは、まあ、有名人なわけですよ。私なんか比べ物にならないくらいね。ですんで小野沢さんが私になんかね依頼してきた時は別ですけども、そうでなく こちらからお願いして小野沢さん乗っからしてくださいってのはなかなか言えないかなというところがあります。でもね、あの、小野沢さんに関しましては、今までもメールで、連絡いただいたのは私率直に答えてますけども、小野沢さんは、あの、今でもね、いろんな案件紹介してます。で、紹介した案件に小野沢さんなりに責任を持ってやってます。で、その姿を私は見ていて、やっぱすごいなと思うのと同時に、私はそこまでできないなと思ったんですよ。よく言って、例のやつ1件、これをね、責任持ってやるぐらいで、小野沢さんは、たくさんの案件を紹介して、紹介者を出して、で、それについて誠実に答えてるなってところもあります。で、小野田さんが別に、なんていうのかな、詐欺を仕掛けてるわけじゃないけども、たまたま自分が紹介したのが、うまくいかなかったものも、それはありますよね。で、それを、小野田さんも一参加者なのに、小野田さんのせいだっていうのは、まあ、なんか、それは違うのかなと思いますけども、まあまあ、でもね、紹介者の責任っていうのはそういうもんだというふうに、小野田さんも私も認識してます。私はどっちかっていうと、ビビリなんで、例のやつみたいな、自分が責任持てるようなやつとかね、
自分がよく分かるものはやりますけども、他はね、分かんないんですよ。うん。で、私が分かるのは、その、ASP っていうところが私にアフィリエイトの案件を投げてくるときに、これ、小野崎さんに対しても同じだと思うけども、報酬上げるからこれ紹介してっていうときに、私はね、私の場合は、小野崎さんはいろんな考えがあると思って、私は知らないんですけども、私はね、報酬が高いからやるっていうこととか、お金のためにやるっていうのも捨てたんですよ。うん。だから、どっちかって言ったら何かを紹介するときも、アフィリエイトリンクがないやつを紹介することはあります。あの、他の人の動画とかね。他の人のブログとかアフィリエイトリンクが存在しないやつはやります。でも自分に報酬が入るやつはやんないですね、基本的にね。報酬がしょうがなく入るやつはありますよ。どうしてもアフィリエイト以外ではいけないやつとかね、例えばこの YouTube もこの辺に動画広告出ると思いますけども、これ動画の外しようがないんで、広告の外しようが。で、広告を非表示にすることもできますけども、そうすると Google に広告料が入んないんでダメなんですよ。 Google にも儲けてもらわないといけないんで、私はまあね、広告はオンにしていると思います。そういうこともあって、いろいろあってですね、小野田さんと知り合いですよとかね、あんまりこの動画の中で強く言うことはないかなと思います。ただまあ、小野田さんがそれをやめてって言ってるわけでは何でもないんですよね。そういった形でちょっと考え方の相違があるかなと思います。でもね、今回ね、小野田さんとその他の方の対談を見てくださったということなんですけども、対談の中で普段言わない塾長の心の声や塾長のさらなる魅力を知ってしまいました。こんなことをね、高級石屋勤務さん、本当に言われたら私は感動で涙出ますよ。ほぼね、もう涙出てますけどね。私必ずしもビジネスをやるのが悪だとか、アフィリエイトをやるのが悪だとかね、それから何かが詐欺だとか、お金のためにやるのがいけないとは思いません。思いません。思いませんけど、私が何かをするときは、もうお金のためにやるのは、あんまりね、この心の圧力が耐えられない臆病なんですよ。だから、私のスタンスとしては、このね、動画を見てくださる方のためにっていうかね、そういったら大げさなんですけども、恩返しのつもりでこれやらせてもらう。だからそれについてはモチベーションが上がるんですよ。でも恩返しじゃないものに関しましては、なんか、やる気が出ないんですよね。だから前みたいにプロダクトローンチをやろうって依頼が来ても、なかなかね、対談の台本を読む気がしなくって、対談当日になっても、なんか気が乗らないんで、すいません、やめさせてくださいっていうこともね、このね、3年、正直言ってありました。申し訳ありませんと。どうしてもセールスのために私はね、台本を読む気にはなりませんと。で、私がこの方紹介するべき案件がダメだと思ったり、私自身がやらないものはちょっと紹介できませんと、わかるでしょってお話をしましたんで、だんだんそうやってね、広告を出してくださいみたいなところが来なくなって、それにつれて刺激的な動画がないんで視聴者も減ったってことなんですよ。刺激的な動画はやっぱりね、マーケットは求めてます。一発逆転できたりとか、楽に稼げるやつとかね、それとか詐欺みたいな案件とかね、配分みたいなの未だに流行ってますよね。暗号通貨系のも未だに流行ってますけども、本当にお金失うだけってこれほど言っても流行ってるんですよ。で、どちらかというと私が儲かる系気をつけてくださいよっていうのは再生数がものすごく少なくって、儲かりますよみたいなので煽るやつは再生数むちゃくちゃあるんですよ。これが答えです。視聴者さんはお金を失ってでも、もうね、お金がもしかしたら一発千金できるかもしれない、1億ってものが楽に稼げるかもしれないっていうのを求めてるんですよね。マーケットがそうなんですよ。だからそれにつけ込んで、じゃあ皆さんが求めてるものを出しましょうっていう方が多いのは仕方がないかなと思いますので、これはもうどちらもどちらなのかなと思います。私はね、なるべく正直に行きたいと思います。で、正直に行って自分の感じたこととか考えたことをこうやって話そうと思いますし、嘘っぽいやつは嘘っぽいなと思いますしね、私がやらないのはやってませんとか言いますし、どんなに仲がいい人のものでも、その人が紹介していても、私はこれはこういう理由であやふやだと思うんでやらないし、自分で責任が取れないんで放送しませんってことで、これからも言い続けようと思います。だからといって紹介してる人と別に仲が悪いわけではないです、少なくとも私からはね。ただ私みたいな存在は、紹介を起こして収入を上げてる人からね、見るとすごく邪魔な存在だと思いますよね。まあでもね、私のことなんてあんまり見てないでしょ、そういう有名な方、という気持ちでございます。はい、今回の返信動画以上ですけども、こういう動画をね、作ってくださるっていうのは相当私のことを信頼してくださってると思いますんで、高級石山勤務さん、本当に嬉しいです。こういうタイトルで、こういうなんか、言ってみればちょっとこう自分の素直な気持ちをね、動画にして、しかもこう高級石山勤務さんってこの顔を出ししてないんですよね。で、喋り方もどっちかって言ったら遠慮がちで、まあ、たどたどしいところあります。でも、そういう姿をちゃんと出してると。私は顔が出せません。喋りもあんまり上手じゃないですけども、これを見てくださいっていうのが、まさに正直な姿なんですよ。だから、この高級石屋勤務さんがね、誰か他の人をタレントで使って喋るの上手な人に喋らせてる。でもないし、アニメーションとかね、VTuber みたいなんで自分を隠すわけでもないし、ありのままの自分を見せてると。まさに私がずっと伝えてる、正直にやりましょうを正直にやってくださることね、本当に嬉しいと思います。これからもね、こういうふうないろんな人をいじくる動画、特に私をいじくる動画をどんどん作っていただければ嬉しいです。それではまた会いましょう。その2待ってますよ。
じゃあお願いしますね。